私は彼女をずっと見ていた。そして最初の正体はホテルの宴会場だった。彼女は宴会場の隅に座り、ただ静かに夢からの目覚めを飲んでいた。一杯、二杯。私は、この飲み物は辛くて苦く、美しい夢の味じゃない。スラーダに飽きた人にしか向いてないと言ったの。そうか。私には、両者に違いはないように思えるが。現実世界の客室は意外と質素だった。あなたの外見と同じようにね、ヨミさん。労せずして手に入れたこのオルゴール、アナイア・レイト・ギャングが受け取った招待状。あなたに関する記憶はあなただけのものじゃない。私が知っていることは多く、遠い未来のことも予言できる。ちょっとした手を使えば死者に口を開かせることだってできるの。アナイア・レイト・ギャング、あなたに出会った後に行方不明になった亡命者たち、彼らに一体何があったのか。私、十二のメモリー、十二の無境。お父様、私はそれをあなたに捧げましょう。よくやった、デブ。奴らがどこに逃げよう、やがて終わりは訪れる。あった。ぼんやりとしてるけど、これはアフリートの声。もう一人は、彼の子供かしら。最初に招待状が渡された時の記憶ね。すぐに途切れてしまった。それで、その後は。奴らは眠りの国に行く。ただ風雨に邪魔されずに眠ることだけを求めている。炎の古来、これはお前たちの成人の儀だ。こいつが出るまでもね、私だけで十分だ。怪物を行く命知らずが死を怖がると思うか。映画鑑定が出発した。かわいそうな人たち。彼らはこの先で何が待ち受けているのか知らないのね。でも記憶の復元は順調。彼女が来る。もうすぐ来るわ。ここには他に誰もいないから、上品に振る舞う必要もない。私も全力を出さないと。どういうこと？この後の記憶は空白？まさかそんな。このオルゴールがヨミさんの手に渡り、彼女によってピノコニーに持ち込まれたのは事実。そのはずなのに、その途中で。まるで消されたみたい。誰がそんなことを。あなたは誰？あなたは誰ですか？
これは、いいえ、これは記憶の一部じゃない。あら、メモキーパーさん、あなたはガーデンオブリコレクション、それとも焼却人に仕えているのですか？私はコンスタンス、お会いできて光栄です。本来なら私たちはピノコニーで出会い、共に心に深く刻まれる時間を過ごすはずでした。ですがそれは叶わないようですね。宴の星はダリアを歓迎していませんし、私も聖人の儀など必要としていません。そしてあなたは、私はあなたが何を探しているのか知っています。彼女の秘密が欲しいんでしょう。それなら私が教えてあげますから、私の代わりにその宴を楽しんでください。あなたに忘れられない記憶が残りますように。お、電話出た方がいいかしら。